陣長官森屋資料館。陣長官森屋資料館は、長野県茅野市にある博物館です。鎌倉時代から伝わる森屋文書を保管公開しており、諏訪大社や中世の信濃国の歴史を知る上で、貴重な資料となっています。人のお家に来た。ここに入っていいんだよな。お宅訪問してるみたい。資料館って感じがしない。ちゃんと看板があるから、ここで合ってる。この門の奥にあるのかな。異質な建物があった。周りは普通の住宅や畑の中にポツンとある。ここだけ異世界。この存在感。森屋資料館は平成3年に開館し、建物の基本設計は藤森照信教授が行いました。藤森教授は諏訪の建造物の特徴や中世の信仰のイメージを取り入れつつ、新たな発想の資料館を建築しました。構造は鉄筋コンクリートの上に、壁体部分においては内外とも特別調合の壁土を塗り、床面は同様の叩きとし、さらに一部壁土の上にはさわら材種割り板をかぶせています。また屋根には地元の鉄平石といわれる平石と天然スレートを乗せています。正面入り口の庇を貫く四本柱は地元産の一位の木を使っています。入館料は100円。正直もっと高くてもいいほどの価値を感じた。入館。鹿やイノシシの顔が飾ってある。森屋資料館には壁に飾られた鹿やイノシシの剥製がいくつかあります。これらの剥製は単なる飾り物ではなく意味を持っています。森屋家は江戸時代まで諏訪大社の陣長官を務めた家柄であり、古くから狩猟を重要な生業としていました。館内には諏訪大社の祭りの中でもひときわ不思議な音頭祭の様子を復元展示しています。諏訪大社神社で行われる音頭祭は鳥の祭りとも呼ばれ、毎年4月15日に執り行われる例祭です。音頭祭の特徴は、なんといっても鹿の首75頭を神に捧げる神事です。かつては実際に生きた鹿を捕らえていましたが、現在は剥製が使われています。その他にもイノシシの首や魚、肘なども備えられます。音頭祭の起源は古く、縄文時代まで遡ると考えられています。音頭祭は五穀豊穣や村の安全を祈願するだけでなく、諏訪大社の神様である竹峰刀神の御神霊を鎮める意味合いも持ちます。また鹿の首を捧げるという行為は、動物への感謝の気持ちを表すと同時に、自然の恵みに対する畏敬の念を表すものでもあります。この建物のデザイン、雰囲気、そして展示品を見て心に響くものがあった。見てはいけないものを見たような、触れてはいけない世界に来たような。しかし昔から根付いた価値観、習わし、神への感謝、尊敬すべき風習、地域の人々の歴史への思い、
ここには圧倒される思いがある。ここに来てよかった。仕掛け階段で渡れないようになる部屋がある。部屋自体一般開放はしていない。再起のなぎ釜を刺した柱。ここはすごいところだった。この資料館の近隣には藤森照信氏の作品があるので、合わせて見に行くことをおすすめします。